さんこんばんは。本日はバイエルンミュンヘン対グワンジョーヘンダーコナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。バイエルンミュンヘン対グワンジョーヘンダー、まあおそらく予想しているよりもさらに来た、先制バイエルン、早速決めてきます。早速来ましたね。絶妙なタイミング、バックスライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは。はい、ギリギリの攻め合いでしたよね。そうですね。さあバイエルン、この時間に先制に成功です。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね。先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね。立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。スペースへ出す、さあ来た、おいい形ですよ。出てましたか。マーティシュルーバー、コマン、レオン、ロンバールズ、ちょっと危ないぞこのパスは。グワンジョーヘンダーなかなか敵陣に入れません。グワンジョーヘンダーはこの早い段階で点を奪われてしまったことについてどうご覧になりますか。早い時間に先制点を取られてしまいましたからね、若干硬くなっている部分はあるかもしれないですよね。中央へデュカカー、ビューゾール同点、いやまたすぐ追いつきましたね。今日は動きのある展開になってますよね。ルカク、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応できるんですよね。見事ですね。グワンジョーヘンダー、ここで追いつきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、うん、ついてよく決めましたね。そうですね。シェーネ、ここで前を向けるか。コマン、シャビアロンソ、早めにはたいておきたいところです。アビマルティネス、ラフィーニャ、アビマルティネス、ビダル、コマン、バートシュトゥーバー、シャビアロンソ、シャビアロンソ、コマン、柔らかいパス、このボールをカットします。おお、来た、レバンドフスキ、アイエルン、いやー勝ち越せ、バイエルン勝ち越し、一歩リードです。レバンドフスキ、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。これは気持ちのいい一発が決まりましたね、はい、ものすごいボールスピードでしたからね。そうですね、分かっていてもなかなか止められないでしょうね、うん、今のは。さあバイエルン、ここでリードを奪いました。ここはフラッグが上がっています。グワンジョーとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。奪い返します。コマン、裏のスペースを狙う、このパスはキーパーへ。シェーン、左上がっていく、自分で行く、シュートチャンス、ガンドレバー、わずかに上です。
枠に行っていたらゴールでしたよね。非常に鋭いシュートが飛びましたからね。ハビ・マルティネス、ラフィーニャ、ハビ・マルティネス、ティアゴ、ハビ・マルティネス、ティアゴ、ビダル、ハビ・マルティネス、ビダル、ミューラー、レバンドフスキ、トルーズボール。ワンジョーヘンダー、この残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。止めた、ロイヤーがこのピンチよく防ぎました。今のは誰もついてなかったですからね。フリーで打たせてしまいましたよね。前半最初のコーナーキック、そうですね、自分で持っていく、これはつながりませんでした。バートシュトゥーバー、ビダル、コマン、本日アシストを2つ記録しています。シャビアロンソ、ラフィーニャ、シャビアロンソ、ビダル、ディアゴ、スルーパスを出す、チップ、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。前半を終え2対1。いやー、北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。次の1点がどちらに動くのかでかなり違ってきますよね。ワンジョーとしては必死で1点を取りに来ると思いますから、その辺にも注目ですよね。ではこの後の試合をお楽しみください。後半見ていきましょう。ワンジョーとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。あっと危ない、アビ・マルティネス、ティアゴ、ハビ・マルティネス、ビダル、レバンドフスキ、レオ、多少強引にもここは一人で持っていきます。レバンドフスキ、ビダル、もう一つ前に行きたい、ここは読んでいました。アウフィ、長いボール縦に入れます。さあ左サイドへ、裏へのスルーパス、ノイアー、これはオフサイドを取られます。ウンジョーヘンダーは現在このセカンドハーフ立ち上がりをビハインドという形で戦っています。まあこの後半の入り方で主導権が変わってきますからね。まずは相手より先に掴むことですよね。まあ、そしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。シャビアロンソ、コマン、このパスが抜ける、チャンスだ、オフサイドです。アビ・マルティネス、シャビアロンソ、パスでつないで攻め込んでいきます。バイエルン・ミュンヘン、ここは人数をかけて奪いに行きます。ね、シュート、来た、
ています。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよ ね、 そうですね。もちろんコースは狙ってるにしても、ええ、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、今日2点目です。さあバイエルン、これで2点差、リードを広げます。バイエルンとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでると思いますね。この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。中切り込む形、どうだこのシュート、いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。ボールつながります。抜ければというシーン、オフサイドの判定です。飛び出していました。いやギリギリのところ狙ってますよね。ユラーサイドのスペースを使います。入りましょう。ラフィーニャチャンスですよ。ラフィーニャ果敢な飛び出しでしたね。いやこのタイミングっていう時に抜けましたからね、よかったんじゃないでしょうかね。この繰り返しが大事ですよね。味方を走らせる、来たチャンスだ。キーパー素晴らしいセービングです。左サイド上がってきます。ルカク、中は枚数います。コーナーキックになります。ビッグチャンス、ものにできません。結果的に大きな場面だったかもしれませんね。ワンジョーヘンダー、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。ワンジョーヘンダー、絶好のチャンス、ものにできません。判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいところですね。マイコン、ファンドレバ、ルカクからディド、絶好の位置、ビダル、さあルカク、自分で行く、マイコン。ヘンダーここでベンチに動きがあります。ルーズになります。バートシューバー丁寧に足元を使う。シャビアロンソ、こういうダイレクトのシュート、ジャストミートさせるのは簡単ではないんですけどね、うまく合わせて鋭いボレーシュートでしたね。ファンドレバ、味方選手はまだ十分上がってきていません。フォローなくここは一人で行く。スペースへ出す、どうする、フリーだ、これを読んでいた。ワンジョーとしては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。拾いたい、打てるか、ルーズにこぼれる、決めた。後半ロスタイムです。
ドギアがこう弾いたボールを正確に押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れた。試合終了、3対2。ワンジョーヘンダー惜しくも敗れました。しかしよく頑張った。さあ終わりました。いや本当今日はゴールの奪い合いになりましたよね。やはり攻撃的なサッカーのぶつかり合いは迫力がありますし、やっぱり面白いですね。